さてお茶この一服亭のコーナーです。今日はスポーツファクトリー代表の小林太一さんがゲストです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、本当に今ね、高校野球なでしこジャパン、ね、いろいろとスポーツが盛りだくさんですね。盛りだくさんでもお腹いっぱいですね、<laughs> <laughs> ちょっとね,ね <laughs> で。それからやはりね、8月の5日ですか、T リーグが、はい、なんかいよいよ。 動き始めましたねはい T リーグ、静岡ジェイドですね、うんえー、今シーズンから T リーグに参入したんですけれども、はい、その開幕戦が8月5日、6日に、えー、静岡の中央体育館で行われました。ね、8月5日はあの張本選手を擁する、うんえー、琉球アスティーダ、そして6日は今期、えー、こちらも初めて参入、うん、T リーグに参入した金沢ポートとそれぞれ対戦をして、うん えー、リュウキアスティーダとの試合は観客966人ということで<ー>1000人近い。で、はい、メディアがメディアが30社ぐらい。そして、えー、2日目の金沢ポート戦、これは僕も行ったんですけれども、うんえー、観客503名を集めて、えー、行われました。ね、でもやっぱりこう静岡自体が卓球にすごい熱いね。そうなんです。<laughs> っていうのが人数からも。 感じられますよね僕もこれ知らなかったんですけれども静岡県卓球協会に登録している選手の数ですね登録者数、はい、えまあこれ全国にあのそれぞれ県都道府県ごとに卓球の協会があるんですけれども、はい、そこに登録者数が静岡県は全国2位の多さすすごいですね、はい、15, 1万5863人1位が神奈川で1万6492人ということで。 まあ神奈川は900万人以上確か人口がいるので、うん、人口比率で言ったらもう静岡がダントツで多いと。そうね、はい。そうで,すね、で、あの今1位の神奈川とは本当に何百人の差ですよね。うん、500人ぐらいあと増えれば、はい、600人増えれば1位になりますね。はい、皆さん卓球やりました。はい、<laughs> で特にねあのその打ちも年代の内訳とかも表が出てるんですね。あの、はい、日本卓球協会の資料が出ていて、うん、そうするとね。 中学年代の女子の数が全国で続けて多いんですね、ちょっとなぜかわからないんですけれども、はいえー、中学校女子が4500人、まあ、中学男子が5200人ということで、えー、中学年代で9000人もの登録者数が、えー、あるとということですねやはりあの静岡県西部ではね、本当に美馬ちゃんも含めまして。 ねね岩田ですか、ねはいね、卓球が非常に盛んなところじゃないですかそういった影響もああるんででしょううかねそうですね、まあ、ねそすまこうやってね若手の選手の年齢層が厚いとあの、ね、ピラミッドの頂点もどん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 ね、うんねあの高くなっていくんで、うん、これからもねいい選手が静岡県から出てきてもらいたいですよね。うん 数でこういう数字っていうことなので、実際にその卓球をたしなんでいる方の人数からしても結構多いかもしれませんよね。相川さんもそうですよ。そうなんです。私もねあのこの仮面してませんけどアイコをちょっとかつてしておりまして、ウェアから卓球のねラケットなども2つほど持っておりますし、そういうねそういったね選手もまだまだいると思うので、そうなんです。それ前にも期待したんですけどもその卓球 教えてもらおうかなと思って中央体育館ですとか体育館ごとに募集をするんですがそれね抽選すごい確率ね低いのよ。早く言うもう行ったりとかいい運じゃないと入れないの。 これで静岡ジェードができるとまた人気がかっておそらく上がりますよね僕も当日、えー、6日ですね日曜日金沢ポート戦行っていたんですけれども、はい、あれやっぱりねこれベルテックスの試合もそうなんですけどここぞという時のね盛り上がり、まあ、500人程度と言ってしまう。 とあれなんですけど、すごく盛り上がって、ぐーっとね拍手がわき起こって、うん、あのプレーの流れを変えるような応援がされているんで、うん、あのすごく面白かったですね。意外とね、あの心理戦なんですよね卓球って。うん、ね私もあのあんまり上手くはないんですけど。 こう目と目を見つめながら行くぞみたいな顔すると向こうの方が撮れなかったりすするんですよ<ー> <laughs> そこにあと観客の後 <laughs> 押しホームアドバンテージがあるんで結構近いじゃないですかねはい、はい、卓球ってこの視線とかもで。どういう球が来るのかなどういう選手なのかなっていうのがこう選手同士も目の前であるし、うん、意外と卓球って。 身近なスポーツでできやすいし面白いかもしれません試合の前は静岡の城内一輪車クラブすごく強いクラブがパフォーマンスをしてくれたりとかあと市長が来て挨拶したり始球式をしたりとかこの始球式結構盛り上がったんですけど球式ってどうやるんですかあの選手とちょっと簡単なラリーをするんですけどあっ 結構やるなっていうざわざわっていうね観客のざわめきが起こったりとか市長がねやるなとあとはちゃんとね笑いも取って締めるみたいな感じですすすごいででねそうなん500人しかその光景は見てないんでそのお楽しみなんですけどそういったところもね楽ししめまたねこれから静岡ジェイド開幕戦がありまして今後も試合がいくつかあるんでしょうか静岡市内で。はいあの D リーグ男子は6チームあるんですねでホームアンダーウェイで、えー、対戦をしているんですけれどもまあ昨日はね、えー、秋田で試合をして、はい、今日は宇都宮に移動して。 試合そして明日は金沢に移動して、うん、試合ということで結構移動がね、うん、ハードなんだなというふうに思うんですけれども、ね、次回の,あの静岡市内のホームゲーム、えー、11月10日11日12日金土日と、えー、会場はグランシップで行われます。はいうん、で今シーズンはは静岡市内の試合はそれだけ そうなんですね。はい、じゃあ11月10、11、12静岡のグランシップで行われるということですからね。もうチケットなどこれからでしょうか。そうですね。はい、これから発売になると思います。はい、で残る静岡県内の試合としては12月に富士ノミ1月に岩田で行われて、うん、来年3月までのシーズンとなります。うん。ママはやります卓球。卓球そうですね。あのよくやりました。あの近くに体育館があったので、うん、そこでもやってましたし。 これ、あのー、11月はグランシップでやるということですけど、あのー、結構遠くからでも観客席から見えるんですか卓球の球って小さいですけど、えー、今回、えー、中央体育館、うん、僕も2階席から見,えた<も>見てたんですけど今写真を見ますけど、はいね、本当球が小さいからね、はい、これが、ね、意外とよく見えますね、うんまあ、視力の関係も、ねまあ、人によってはあると思いますけどあ<ー>特にあのボールの軌道あの、はい、打ってラリーしてる間の軌道がよく見えて。うん あとスピード感ですよね。はい、あ、プロのあのー、ラリーってこういうものなんだと。僕もプロの卓球の試合初めて見たんで、はい、あ、結構これは面白いなというふうに思いました。あ、でもあの森園さんはね、はい、あのダブルスなどでも有名な選手の方が、はいえー、静岡ジェイドにいらっしゃるんですもんね。はい、あのダブルスの名手なんですけれども、うん、まあ監督権選手として開廷、えー、をしてくれていて、やっぱり、ね、ダブルスではあのちゃんと勝,勝って。 シングルスのところでちょっと負けてしまってあのチームとしての勝利はなかなかならないんですけれども、はい、5日も6日もダブルスでは勝ってましたね<ー>試合はとってああでもチームとしてはあのやっぱり負けてしまったとはい、ねまあ、今後またね盛り上がっていくでしょうから、はい、応援もまた近いですからねはい、えー、皆さんねこの T リーグ静岡 j a ド d をぜひともね新しい このスポーツチームとして楽しんでいただきたいですねはい、はい、さあそれではね曲をお届けしたいと思いますけれどもはいええー、ここ数か月毎月「あまちゃん」の曲を流しているんですけれども、はいまあ、この時期にぴったりのね曲がまだあるのでそれをリクエストしたいと思います、はい、じゃあ曲名お願いいたします、はい「GMT5、はい」えー、GM で「地元に帰ろう」 小林一さんとともにお伝えしています、まあ、スポーツの話題、まだまだ後半盛りだくさんできっとお腹いっぱいになるんじゃないかと思います <laughs> もうねあの、クーリングタイムではなくてね、ホットタイムがあるかと思うくらい、まずは、えー、後半ですけれども、いろんなワールドカップがあるんですね。 ま今,ね、今も、ね、女子サッカーのワールドカップ行われていますが、ね、残念でしたけど、はいえー、バスケのワールドカップが、えー、8月25日から9月10日まで日本、フィリピン、インドネシアの共同開催で行われます、ね、あのフィリピンの,あのアリーナで決勝トーナメントも行われるということでなんか日本、フィリピン、インドネシアの共同開催というのは、ね、アジアで開催というのはなんかあるんですかね。 はバスケットボールの国技なんで,すね<ー> <laughs> でまあもちろんね日本も今 B リーグが始まって、はい、まあ開催地は日本では沖縄になるんですけれども沖縄もすごいアリーナが今できてるんで、うん、そこが会場になります。でそれぞれ、えー、試合が8月25日が日本対ドイツ27日が日本対フィンランド29日が日本対オーストラリア。 がえー、それぞれ地上波で生中継されるんですけども会場が沖縄になるんですねで。ぜひ試合も見ていただきたいんですけど沖縄のアリーナこれがまたすごいんで、うん、ぜひねあのー、リスナーの皆さん会場もちょっとね 注目してみていただけるといいですし YouTube で沖縄アリーナで調べるとすごいのは出てくると思うんです、ねえー、すか、えー、中にあると思いますあら,知らなかったですね、はいはい、で今ねそれこそあの青葉シンボルロードでですねフ、うん、レンドリーフィリピンフェスティバル2023ということでフィリピンとのつな、ね、がりを楽しもうというイベントを行ってるんですけど、うんはい、まさかね国技が。 バスケットボールとは、ねはい、僕も今来るときにね、あの下でちょっと見て、あの踊ステージで踊りとかね、うん、ダンスをやってたんですけれども、うん、まぜひね、そういったい,いろんな文化がね、このスポーツを通じて感じられるんで、そういったところも、うんえー、注目してもらいたいですし、フィリピンアリーナ、こちらも5万5千人収容の、土級のアリーナがあるの。えー5 ぜひこれもね、YouTube でフィリピンアリーナと調べていただけると、そのライブの様子だったりとか、あとバスケの試合の、えー、ところの模様がね、えー、YouTube で動画で見れるんで、ぜひリスナーさんも興味のある方、見ていただきたいなと思います。フィリピンアリーナでは、ブルーノマースですとか、U2、はい、ケイティ・ペリーなどもライブをやってるんですよね。はい。日本は5万5千人のアリーナ、ない,ね、ないですからね。すごい。<laughs> でこのフレンドリーフィリピンのフェスティバル2023なんですけど、私もちょろっと調べたところ、フルーツ入りのかき氷パロパロとかが販売されているそうで、うね、パロパロ可愛いですね。可愛いフルーツ入りのかき氷ガリ、そのクールダウン。はい。えー、あの暑い話題ですけども、クーリングタイムにはパロパロ。うん、<laughs> パロパロ。<laughs> いいと思います。そ帰りに食べて帰ろうかって、はい、思います。 さあそんなねえー、八村さんがね出てもらうとね良かったんだけど今回そのねワールドカップにはバスケにも出ないですよ、ね、そうですねはい残念だね話題になってますよねは、ね、もえー、他にもね有名な選手がいますもんねはいねえう、ー、バスケットのまだえっとえ 渡辺優太、NBA でプレーしています、ね、ですね、あと国内の B リーグの,、ね、あのトッププレイヤーたちも、はい、皆さん出るんで、うんはい、注目です。さ、はい、あ、もう一つのワールドカップは、はい。ラグビーワールドカップがまた行われます。こちらは9月8日から10月28日、まあ、ちょっと期間は長いんですけれども、フランスで、えーまあ、出場国20か国で、えー、行われます。 ね、もうあれ前回は2019年ですねあの日本が大旋風を起こして静岡ショックと言われたあのエコパでの試合もありましたはいもう四年経ちますか、うん、今回が、えー、フランスではい、はい、行われますでこちらは日本は、えー、対戦がですね9月10日が日本対チリ18日が日本対イングランド、はいうん、29日が日本対サモア 10月8日が日本対アルゼンチンと、えー、それぞれ地上波でこちらも生中継があります。はい。はい、<ー>ねまたあの代表選手はもう決まってるんでしょうか。はい。こちらは15日火曜日ですね来週に、うんえー、日本代表代表選手が発表されるという予定になってますね。ねまたね4年のね<ー>時間を経てメンバーも少し変わってきますかね。はい <laughs> 変わってくると思いますそして。あとパブリックビューイングも 予定されています9月10日に、えー、エスパルスドリームプラザ<ー>、えー、あとは10月8日に、えー、今これはまだちょっと会場調整中なんですけども、うん、まあ県内ねどこかでやられるかもしれないですねまあ前回2019年は駿府公園で駿府城公園で行われてわれ、ねはい、勝ち進んでいくにつれてもうパブリックビューイング入れないというようなところまですごく盛り上がりがね,、うん、りがねありましたよね。ま、ね、またたね、うん、4年後、ま、たこのフランスで行われる ラグビーワールドカップ2023もまた楽しみですね。はい、楽しみですねです。このリーグでは強い国は日本より他どういう国が強いですか？やはりイングランド、はい、サモアは強いですよね。<ー>はい。イングランドはねラグビーの発祥の地でもあるので、<ー>はい競合で難敵になるんじゃないかなというふうに思います。はい、8日ですね。イングランド戦は、はい。どこのチームも強いですけどね。<ー>はい。 ラグビーワールドカップ2023は9月8日から10月28日は秋も目が離せませんね。うんうん、はいそしてまま、えー、まだまだあります、はいえー、今、海外のね、えー、世界大会の話をしましたけれども静岡でも、えー、いろんなスポーツの大会が行われていたり行われます。はい えー、全国少年少女草サッカー大会女子の部が、えー、昨日から、えー、ですね、うん、13日日曜日まで、えー、清水を中心として、えー、開催始まりましたき、まあ、昨日は、ね、なでしこ残念ながら敗れてしまいましたけれどもそうです、ね、過去の。レンとね、うん、なんか勝てるんじゃないかなって私もねチラッチラッと見ながら <laughs> えっえっ <laughs> で昨日のねあのそのなでしこのメンバーの中にも、この、えー、大会、全国少年少女草サッカー大会に参加していた選手たちがいます、はいえー、なでしこの清水梨紗、遠藤純富,士富士の青葉選手、3選手は小学校の頃この清水に来て<ー>、えー、この大会でプレーをして、成長して、今、なでしこになって、世界大会、ワールドカップに出場していると。 いますよ<が>きっといるといとうこぜひ全国少年少女草サッカー大会から今の、ね、なでしこジャパンができてきているわけですからもう静岡で清水であたりで、はいはい、いろんな旧、えー、場所でやってるんですかね、まあ、基本的に静岡市内、まあ、清水区を中心にということなんですね、はい、あと男子の部は8月17日から20日まで、うんえー、来週行われます、はい、でこの期間中、まあ、京都来週19日は エスパルスのホームゲームが愛され土曜日に行われますのでこの大会期間中あの少年少女たちは昼間は試合夜はエスパルスの試合を見に行ってプロの試合を見るということーチームも、えー、きっと多いんじゃないかなというふうに思いますまあ、ね、熱中症対策をしながらですね、えー、またね台風も、ね、来たあとだったり来る可能性も、ね、あったりもしますからねお気をつけになって皆さん、えー、応援にお出かけください。 あとは、えー、もう一つ、えー、第3回静前トライアスロンが9月17日、<お>もう来月ですね、うん、に、日曜日に行われます。で、それに先駆けて9月3日、日曜日に、えー、キッズトライアスロンですね。<お>静前カップ第1回西街キッズトライアスロンということで、こちらは100名のキッズたちが、西街の総合運動場、プールと陸上競技場を使ってトライアスロンの体験を行いますので。体験、なんですね。はい。<ー>あの、まあ、体験、そうですね。はい。 将来の選手をね、うん、になってもらいたいなという思いも込めて、自己インのハイトたちがえ開催します。小学生ですね。あはい、小学生。はい、うん。小学生。はい。第1回ですからね。はい、まあ、このね、キッズトライアスロンからまたね、静まトライアスロンに参加しようというね、キッズたちが増えてくるのかもしれませんからね。うん、はい。やっぱりね、あの、そういう子供たちの、あの、<laughs> 競技人口というのはとても、ね、あの大切なので、うん、そこがやっぱり将来のピラミッドの頂点までつながっていくとそして、ね、静岡マラソンも、ね、今年度行われるということですから。 まあ本当にスポーツの県に、はい、スポーツの市にいるような感じです、ねはいる、はいうん、静岡マラソンは、ね、今週発表があったんですけれども、うん、来年の3月10日日曜日に、えー、開催されることになりました、うんえー、定員1万2000人、えー、参加料1万5000円ということで、まあ、エントリーが10月5日から、はいえー、専用のサイトを使って行われますんで。で 今からね、えー、ぜひ楽しみにしている方は走り込みをまあ暑いんでね朝晩、うん、朝晩ということ形になるかと思いますけれどもしていただくといいかなと思いますはい。以上お茶子の一服ってもうスポーツ盛りだくさんで気持ちとしては暑くなった方が多かったのではないでしょうか暑 <laughs> い情報を小林さんありがとうございましたありがとうございましたさあ今日も5時から足久保を 夏祭りで登場するそぼっかんガールの歌っております特別この曲を聴きながらお別れです生で聞きたい方は5時に足久保ランドにお越しくださいさあ2時間生放送でお届けしてきましたジャッチャサタデーいかがでしたでしょうか皆さんねなんか少しクーリングタイムの過ごし方失敗談もいろいろありましたけれどもえ成功するクーリングタイムを過ごしていただきたいと思います いろいろとねスポーツを観戦したり、えー、夏でも冬でも行かれる <laughs> 小林さんのクーリングタイムなんかおすすめありますかはいあの、まあ、スポーツではないんですけどクーリングスポットがありまして、はい、足窪の近くに牛妻っていう場所がありますね、はいえー、で牛妻に水辺の学校っていうあの安倍川の伏流水を 利用し今子どもたちが多分泳ぎ回ってるところだと思うんですけどうん、うん、僕も先日ちょっと夕方行ってきて<お>足をつかるぐらい行ってきたんですよね、はい、そしたらすごく冷たくて水温19度とか20度ぐらい<ー>でその池の縁にあの座ってですね足を水に入れて1時間ぐらい本を読んであすごく冷えて冷えすぎて上がった時うまく歩けなくなって、えー、<laughs> 筋肉が固まりすぎて <laughs> <ん> <laughs> <laughs> あれちょっと危なかったんですけど、うん、まあ、あそこはすごくクーリングスポット、うん、今、今まさに最高だと思います。すね、う,うん、ね。妻の水。水,ね、水辺の学校ですね。水辺。はい。の学校です。はい。あの、インターネットで調べてもらえば、出てきます。はい、ね、今日は宿坊祭りに行きがてら、お出かけになってみてはいかがでしょうか。か、うんはい、行く前に行くとちょうどいいですね。そうですねはい。はい、うん。来週ですか高校野球。 き、まあ、今日クーリングタイムっていうのは結局、あのー、今回の甲子園球場での水分補給などのクーリングタイムから、えー、テーマにしたわけなんですけどもね、浜松開誠館ねあ、そうでですすかったですね,ね<ー>、はいい感じで勝ってくれまして、第2試合が8月の14日,火曜日,14日、ね、2回戦ですけども。 ちょっと台風が気になるドンピシャでできそうですね <laughs> ドンピシャで延期になるのかもしれないんですけどねぜひとも、ね、頑張ってほしいと思いますし、まあ、順調なクーリングタイムを過ごして甲子園に行く選手たちそれから応援する皆さんも、ね、気をつけていただき私たちも、ね、本当に警戒アラートが出ているくらいの暑さですので、えー、ぜひともクーリングタイムを大事にして8月をお過ごしいただきたいと思います。はい、さあ今日のお相手は香香里と アシスタントのまもこと久保川守がお送りしました。はい、そして小林さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。